でかい洋服がかっこいい時代を経て、はい、だいぶサイズダウンしたと思うんですけれども、はい、松尾さんもその時、サイズダウンの波って感じましたありましたね。やっぱり <coughs>、あの、でかい服がかっこいい。その、それも、ダボさんが言ってたのかななんかインタビューとかもやっぱ見るじゃないですか。その時、そのサムライとかの時。ダボさんが多分、でかい服がかっこいい。 エロい女がいい女だっていうのを言っててあそうなんだと思っててだからとにかく僕らのそのナイトロとかあの時はもう XL2X までいっちゃうと僕も七不でぐらいになっちゃってたんで僕は XL だったんですけど多分今の XL より XL だったと思うんですねなんかでやっぱり芸人になる前にそれでそれに慣れてたんで めっちゃでかかったですね、そう考えた。ら T シャツも今の T シャツの2枚分ぐらいの布を使ってた感じありますもんね。そういうので、着てたんすけど、なんかやっぱちょっとこう、年齢重ねるとか、時代の流行りの波とかによって、そうっすね、どんどん短くなったりしてますね。はい。今はジャストサイズですかうーん、ジャストよりちょいでかめぐらいを、 選んでます。まだ、やっぱ、ギリ、あの、ここぐらいまでは、あの、着てないと不安になりますね。昔の名残で。はい。やっぱ全て捨てきれるわけではないみたいな。いや、ないっすね。なんかあの、短パン、あの、下のハーフパンツとかは、なんか短めの履くようになったんですけど、なんか今日とかもこういう短いの、 ですけどこれは多分もうあの下半身はもう一個さんに占領されてきてる感じですなんかこう足見せたいとかはい。